始まりました。 BS 日テレと吉本のコラボ番組、はい、BS 吉テレ水曜日イベンジャーズ、はい、どうも司会のつかみです。お願いします。僕らちょっとツアーをやるんですよ。まあオンエアの時でもやってるかな。あ、もうやってるんですか。はい、千鳥と、はい、あのクロスバー直撃、はいはい、2人で行くイチゴ狩りツアーというお客さんも一緒にイチゴ狩りができるという。30分で速乾してらっしゃる。そこだったんですね。そうなんです。だからよかったんかね、その、うん、そういう面を見せていこう今後ね、うん、今後つ、いろんなあの弱みを見せていくっていうのは大事なことなんです。いや、弱みじゃないですよ。パッパッとこういちご狩りのような弱みをこうパッと弱みじゃないです。あのあ、さあそれでは早速このコーナーに参りましょう。神入れ。神入れとは、世間にはあまり知られていなくてもファンからの絶大な支持を受け、チケットの入手も困難な会社から非常に感謝される、まさに神のようなイベントのことなのだ。さあ今回紹介してくれる方をお呼びしましょう。この方です、どうぞ。ためらうだけでうだうだしている。どうもバービーボーイズのコウタです。コウタさんがめちゃくちゃ喉を潰れてるみたいです。いや俺普段からこんな声だな。あ、そうですか。大丈夫大丈夫。もうその状態でずっと、あ、全部あのこれ弾くと弾く時もムルルムルルムルムルルルルルルル、大丈夫や大丈夫最初感やな。ちょっとその出過ぎ出過ぎ、コンタさんコンタとかじゃなくて出過ぎ。さあそんな、RG さんから紹介していただけるイベントないでしょうか。はい、今回紹介するイベントはねこちらでございます。ほんまにイベントやってるなよ、はい、出たとうとうこの2人。うわーすごい。もはや京都あるあるの街、全国からお越しやす RG 年末あるある4時間スペシャル。うわー、ね、すごいです。これはねちょっとね、はい、見たかったんですよ正直。え、僕らの代わりにイベンジャーズスタッフさんは行ってくれたんですよね。あ、そうです。あ、おまっすか。そうなんですよ。部長様はだからミサイルマンっていうコンビで東京の方はね、ちょっと分かんないでしょ、戦国時代からめちゃくちゃ詳しいとかでもないんですよ。全然知らないんですよ。全部あの知識はあのパチンコ花の刑事から言ってるんですよ。原作でもないですよ。原作花の刑事じゃなくてパチンコ花の刑事だけ。もう今関西では普通打つと人気が出ますから、うん、さあ今回そのイベントの VTR があるそうなんで見てみましょう。どうぞ。翌日に開催される RG あるある4時間イベント、今回そこに初出演する武将様イベンジャーズは今関西でブレイク中の彼に話を聞きに行った。思い切ったね、武将様行ったんやこいつ。どっちで出てくるの？あ、すいません。何やつ。あの武将様ですか。どこの不定のやからかの。あ、すいません、イベンジャーズなんで。入ってますねキャラ。聞き取れん、もう一度。イベンジャーズであのお話を伺いに来たんです。めちゃくちゃ気づいてるよ。バカ不思議な薄らいの言葉を使う男でございましてね。誰にもつけられておりませんか。大丈夫です。あ、入れ。面白いな、こうやってちゃんとする。あんた愛する女はいるんだい。いないです。心までも寒いとはこの冬大変でございますしね。はいは、入れや、しっかりと締めろ。玄関で何やったの。武将で手に入れたマンションです。下がれ。手が出てきた。あんたちょっと早く歩いてたら死んでたぞ。横の屋敷からこの男手を突き破ってきやがった。やばいやん、隣から手出てきたやん。お前あんたどこの不定のやからかね。おいお前早くこの手を押さえてろよ。ああしっかりとの暴れるゆえ。ただの忍者屋敷の人や。おいお前、武将様の首を取るに来るとはこの命知らずよ。おう、あんた試してみるかい、武将様の刀の切れ味を。え、もしかして？しっかり持ったら。切るの？切る、切る。あれ。武将様。参
りましょうか。お釈迦様とのご対面だ。悪いやつ。下手だ。下手だ。こっちが悪人かもしれない。悪人やん。うわ、ええのもらったやん。今日誰を切ってきたかって聞きたいか。まあそうです。ああ、シンクの勝ち、真田幸村の首えぐってきましたよ。でもない日や。なーに、あんたその顔欲しがってんね。真田の首が見たいんだろ。真田の首えぐ。真田の首が。真田幸村の。いいでねだこれ。最後にこいつ。何のひねりもない。まあ、名前がまず伊勢に知ってる。伊勢に何かもタバコ刺してすげえタバコすげえやもん。全部で武将さんですよね。カッ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 、群雄割拠の戦国の世、見事あでやかに駆け抜けるゴチトラ戦生まれの戦育ち武将様でござる。なんすかそれ。どうした。拍手喝采でございましょう。ここはなんですかそれ。大きい声出された。ああ、大きい声がどうした。あんたの心に聞こえるようにの。結局、名前は武将様。ああ、群雄割拠の戦国の世、見事あでやかに駆け抜ける。なってない。そら戦生まれの戦争たち、九州の竜でござさー。九州の竜になったよ。どっちなん、武将様なんですか。RG さんのイベントに、あ明日出演されるという。銀色の狼でございますな。銀色の狼。ああ、たまにあやつ銀色の狼に変身するでございましょう。ああ、シルバーウルフ。ご名答。武将様っていう。クイズ番組やってますよ。こういう出たちで明日も登場される。そうでございますな。がしかし、祇園へ向かう道中、たくさんの敵に狙われては困りまする。ゆえに明日は甲冑をしっかりと着込んで祇園へ向かいます。甲冑があるんかな。武将様、あの、伊予光テレビの戦やっておりましょう、ご存知かい。ちょっと家族でここ行こうという戦。そこで共演しておる、女性の方に、甲冑を毎回お借りしてますが、明日出陣しますゆえ、もうそろそろ仮に行きますと連絡を入れておったんでございますが、あの、ちょっとついてってもいいですか。あんた本当武将様好きね。武将様にも一人の時間って必要でございましょう。じゃあやめた方がいいですか。あー、でも武将様今宵は機嫌がようございます。真田の首取りましたゆえの。だからついてきていいぞ。あんた本当に運がいいな。そうなんじゃないかな。あるんですけど、すごい長いじゃないですか、さっきから。長いとは何。いや、もう話が、あで、今もついてきていいとかっておっしゃっていただいて、あ長く映りたくてやってるんじゃないですか。あんたさっきから誰で口聞いてんの。あー、動かんじゃん。武将様の城に戻れば血気盛んな男たちが5万、6万、15万と言います。あんたこの話聞かれたら、あんたのそのやわな首なんか糸っ飛びで吹っ飛んでしまいますぞ。今武将様一人で、あんた本当に運が良かったな。すごい喋るな、確かに。奏でておりまするゆえ、武将様。奏でております。言葉と言葉とは、良き言葉よの。人と人との気持ちをつなぐ。ああ、動物にはない。めんどくせえやろな、テロップ入れるの。に武将様は女に心で語り、わざと全部入れてるよ。心で武将様に伝える。いや、もうちょっと大丈夫です。どうしたどうしたあんた、さっきから武将様の右目の傷、チラチラ見やがって。どうした。ああ、この傷が気になるのかい。誰が切ったかって。誰。どっかで見覚えあるかと思えば、おい、お前、この右目、お前の親父がつけたんだろうが。ということで、武将様と甲冑を借りに行くことに。岩津さんの親父がつけたんだろ。こんな学校で外歩くの。え、何してんすか。
黒豆苦湯を買いましょうか。コーヒーじゃない。それ伊藤ってことだよね。サブございますよ。どうするんですか、買ってます。ええちょっと城から伝書鳩が飛んできましたよ。城から伝書鳩が。これより先適用し命の保証はございませぬじいや。やはりそうでございますな。この近辺武将様の首を取ろうという男たちがございますよ。おいお前ら、これ取るならこの辺で取っとけ。あんまり近づくと危ないゆえの。よいか、動くなよ。あ、じゃあ遠巻きで取らなあかんねん。怪我するさ。今日言ってたもん。あとがあんなとこ置かれたよ。どうした。あれ、頭下げて。あの人に借りるんだ。あの人や。敵ちゃうやん、全然。ああ、それで。あげてるやん、もう。じゃあ頭下げてるやん、武将さん。あ、ガッ。あざす。あざす。映したらあかんよ、こんなとこ。あ、もう入ってた。あれできたぜ、甲冑を。どうして。めっちゃペコペコしてたね。しておらぬわ。コーヒー渡してませんでした。渡しておらぬ。もう飲んだわ。飲んだゆえに体が温まっておるわ。渡しておらぬわ。どうしたよ、さっきからてめえうるせえな。いや、人の嫌がることばっかり言いやがってよ。断るわ。断るな。今までの数々の無礼、もう武将様も堪忍袋の尾が切れておるわ。断る。もう断る。もう帰る。めっちゃ重たい。重そうっすね。運転手さんコアってしゃあないやろな。結局甲冑は見せてもらえなかった。これでも大ブレイクするかもしれんな、ね、やっぱ面白いっすね。これぐらいのちゃん使い方してくれたら、だから全てにおいて武将返しができるっていうね。そう、全てできるんですよ。これは相当強いよね。でもその武将様が出来上がり出した頃に僕らちょっとそれと遊んでたんですよ、はい、遊んでたけど、よう一緒に仕事してて、はいはい、最近の武将あんま見てなかった、ね、見てなかった。めちゃくちゃ仕上がってます、ね、仕上がってますね。さあ、それでは実際その当日ですね、イベントどうなったのか見てみましょう。会場はこの日を待ち望んだあるあるファンたちで超満員。4ヶ月が武将様と、ケリーさんと、すごい若い方が増えてきて、あのね、武将とケリーのファンが若い子がいるから楽しみたいと思います。あれ、そうか、すみません、老舗のファンの方。今日はあの武将様とのコラボ初めてということで、もう緊張もしてないやん。インタビュー受けるのに。セリがあるんですよ、すごいみんな湧いてる。今宵ははるばる原の都からお越しいただいたぞ。銀狼と呼ばれた男、あーるジーザスジチュー。めちゃくちゃいい。ビッグバンやってきたんだね、俺ほんとに。この空間だけど違うわ。あら、じゃあ姫様参りましょうか。あるあるのお題いただきますよ。消費税増税。消費税増税。見事風刺でございますな。見事あっぱれじゃ。確かにそうか、それで聴いてこれであるある歌ってもらって、飽きさせないよね。
独特なライブとですね、ホール。議論してるけど結局時間って どっちかなってなる。あるあるを書いてくれました。それでは参りましょうか。年貢増税あるある。変わっておりまする。変わっておりまする。町のもの苦しみがち。年貢増税も言うんですか。俺が言ったやつを書いてほしいのに毎回変える。下半身あるある。下半身あるあると広い大地のその中で。千春さんのこれやったらすごいよ。声の高い息を下半身。千春さんは見てるんですね。すごい声量。すごい。カメラが引いてまうほど出てる。見事見事。何言ってんの。お前はええわ今。喉が強い二人。アドリブで入ってきたでしょ、あいつ。あいつ入ってきた。すごいよ。やるなって顔してるな。戦いがある。負けじと行きましたね。出るな。めっちゃ太いですもんね。下半身が太いっていうね。下半身があるある。秀吉様の下半身すごく細い。変えてくるんだあいつらいつも。武将様、お別れの曲はこの曲にさせてください。楽しみだ。武将様あるある。あるあるも立ち上がってるやん武将様。後ろ向いた。あれ一番かっこいいやん。あいつあれ向きやな、組みだなんていうの。前向いた方がいいんじゃないですか。あ、もう向いた。泣いてもらおう。アドリブで翔さんやる。これアドリブ。ここからアホです。たまたま選んだ。ハウエバーもね。翔様と出会い別れ、全てこの星で生まれて。あるあるを言う勇気をくれたのは武将様でした。拍手迷う。夕方って何の夕方にしてんの。このことを起こら
長いな、この歌。それでは参りましょうか。武将様あるある、前髪のせいでテレビ局に苦情来がち。しかし決して折れぬはこのことだ。折れろ、すぐ折れろ。そのところめちゃくちゃ拍手してる。最後武将様、武将様、武将様、今日は BS 日テレのイベンジャーズのカメラが来ております。そうでございます。千代翔さんにお言葉を。カッ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 。岡山の虎と呼ばれた男たちは花の都で鬼退治、もう間もなく美しき桜吹雪が舞いますゆえ、見事アプリシェイ。こうして武将様とのコラボは大盛況で幕を閉じた。いやー、これは素晴らしい。この後ケリーでしょ。ケリー、ケリーのプレッシャー半端じゃないでしょ。俺はちょっとね、このイベント終わって、2、3年はこれでいけるなっていう、なんか手応えだよね。手応えが、いやーすごいね。すごいです。これはちょっとそうでしょうね。そらそうやわ、はい、なるほど。今日紹介した RG さんのあるイベントですが、なんと第2部の模様は来週お届けするということで、それはもうお腹いっぱいですもん、はい、今日はもうもう一パターン持ってきてます。じゃあケリーの後半用のも。明日はナオミクローゼット、お楽しみに。